寒冷前線上に次々と生まれるテーパリングクラウド。テーパリングクラウドとは、梅雨や、秋雨の時期などに現れる毛筆型もしくは、人参型をした雨雲。テーパーとは、先の尖ったの意味。この積乱雲や、金床雲の上部にある巻雲の下では激しい雨や、雷、突風などの気象現象が見られることが多く、しばしば豪雨の原因ともなる。線場エコーの一種。 雲の水平移動速度は小さいが、大流域内の上昇気流の速度は大きい。この雲は、上空に乾燥した空気、下層に湿った空気が存在する、清掃不安定の状態で、上空では西風が吹いており、発散が見られること、下層では断出流の遺留と収束が見られることなど、積乱雲が効率よく発生する条件が整うと、発生する。雲の先端部分で常に、 新しい積乱雲が生まれ、後部には世代交代により復活した雲が並んでいる。雲の持続時間は最大10時間程度である。この雲がどこに発生するかということは、局地的な積乱雲の予測と同じように難しい。ただ、発生の約1日前くらいまでならば、この雲が発生しやすい、気象状況が起こるおおよその場所を予測できる。この雲は、 先端部分は移動せずに雲が湧き続けて、後方だけ広がっていくパターンが多い。また、雲の塊ごと上層の風に合わせて移動するパターン。風上側に向かって、雲の湧き出す部分がさらに広がってくるパターンもある。ありがとうございます。